長野県の皆様、こんばんは、ヤミーです。4月のテーマは春の行楽にぴったり、フライパンでお弁当。フライパン一つでささっと作れるお弁当のおかずをご紹介します。今日作るのはオイスターペッパーチキン。粗挽き胡椒のスパイシーさが決め手の甘辛チキンをお弁当の主役にぜひ。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。鶏胸肉は皮を取り除き、一口大のそぎ切りにしたら、片栗粉を薄くまぶしておきます。片栗粉をまぶしてから焼くと味がしっかりと絡み、しっとり柔らかく仕上がるんですよ。ボウルにオイスターソース、醤油、砂糖、水を加え混ぜ合わせます。ステップ2、焼きます。フライパンにサラダ油をひき中火にかけ、鶏肉を加えて両面にしっかり焼き色がつくまで焼きます。ステップ3、味付け。フライパンに混ぜ合わせておいた調味料を加え、鶏肉に絡めながら煮詰めます。水分がなくなったら火を止め、ブラックペッパーを加えよく混ぜ合わせ、サラダ菜を敷いた器に盛り付ければ完成です。淡白な胸肉に粗挽き胡椒でガツンとパンチを加えて、食欲を刺激する一品を作っちゃいましょう。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。公式ホームページでは過去に放送したすべてのレシピがご覧いただけます。コンロ周りのお掃除って面倒ですよね。ガラストップコンロは独自の構造で汚れがつきにくく、油などの飛び散り汚れもさっと一拭きできれいになります。ごとくや排気カバーも取り外せ、食洗機で丸ごと洗えるので、コンロ周りの片付けがぐーんと楽になりますよ。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか？プレゼンテッドバイ長野都市ガス。